ご紹介に預かりました天野エンザイム株式会社ヨーロッパ支店のマラチン・ロベルトと申します。これからお話しさせていただく内容はあくまでも個人としての私見に基づいたものであり、それをできればご理解いただきますようよろしくお願いいたします。さて本日お話しさせていただく内容とは、それは日系企業に所属している外国人たちの抱えているある問題についてです。その問題はもちろん、在日留学生にも共通しているのですが、おそらく私のように社会人になるまでには気づかないと思います。この問題について申し上げれば、それは端的に申し上げれば、それは、我々外国人は日本語の間違いなどをしたときに、周りにいる日本人たちからは率直な批判や指摘を受けないために、自分たちでは間違っていることを気づかないために、日本語が上達しなくなるという問題についてです。またこのような日本語をベースにした、コミュニケーション能力の向上が滞ることからは、人間関係、自分と他者の間には望ましくない距離が生まれてしまうことについても、これから皆様と一緒に考えたいと思います。その前にひとまず、簡単な自己紹介をしたいと思います。私はルーマニアに生まれ、義務教育を終えた後に日本に留学いたしました。最初の1年間は東京外国語大学で日本語を学び、その後の4年間は名古屋大学の経済学部に通っていました。その後なんとか無事に卒業して、今所属している日系企業の名古屋にある本社に就職いたしました。最初のところは最初の半年間はそういう研修のためにいろんな現場に回ってきました。営業部、工場現場、の研究施設などのいろんな職場を経験しています。そしてその後からはもうちょっと準備をして、こちらのイギリスにあるヨーロッパ支店に派遣されました。イギリスについてからは1年間ぐらい時間が経っていますが、やはり自分の日本語が衰えつつあることに現在とても悩んでおります。日本にいた6年間は今思うとだいぶ長い時間だったと思います。そして最初から最後までには私は、周りの人からはその外国人だからと、迫害や軽蔑や不平な扱いさえも一度も受けませんでした。むしろ周りの人たちからは私が留学していることからおそらく、不便なことやら、大変なことをたくさん抱えているのだろうと周りから気遣われていたことに感じました。例えば大学時代は下手な日本語の論文を教授にいくら提出しても多めに見ていただいてたことにどれほど助かっていたかを今思うと感謝の気持ちが満ちてあふれます。こういった他国民に対する日本の思いやり、気遣いは私が思うと日本のとてもいいところだと思います。皆様もいかがでしょうか。これはいいところだと思いませんか。少なくとも私の今も日本にいる留学生の後輩や先輩たちはいつもこういう外国人という名の特権に今もいつも助かっているといういつも聞かされております。しかしこれこそが私が取り上げたい問題、つまり日本語が上達しない問題の原因の一つであるかもしれません。なぜならば我々外国人も人間である以上、このように優遇され続ければ、我々が実際は問題を犯しているのに対しても問題じゃないと思わなくなり、次第にその間違った現状に満足してしまう。私が思うに人間はそのような乗り越えなければならない壁という存在が必要です。そしてその壁がなくなれば人間はその場面にとどまり、
成長しなくなると思います。一つ例を申し上げますと、日本語を学ばなければならないという共通点を持っている外国人の青年と日本人の子供を比較していきたいと思います。外国人の青年の場合は、何か簡単な日本語の間違いをしたときに、周りの日本人からは何も指摘されずに、そのまま全然わからないままに進みます。それはなぜかというと、教員用範囲だからです。しかしそれに対して、日本の子供が全く同じ間違いを犯したとしたら、周りの人や自分の親からすぐに指摘されるのでしょう。それは教養範囲ではなく、子供が人間、日本人として生まれたからには、そのように、自分の親と同程度の日本語のレベルに到達しなければならないという義務というか、常識、一般常識があるからです。しかし、このような自国民と他国民、自国民の子供と他国民の青年の扱いに違いがあることは、ごく自然なことであり、日本に限られたものではありません。しかしながら、これは外国人にとって問題であるには変わりません。だから、このような壁があるあれば、それも乗り越えなければなりません。乗り越えるのに一つの提案として、我々外国人は周りにいるネイティブの同僚たちに、率直的な批判と指摘をもらいたいと素直に頼めば、そのように応じてくれる方は少なくないと私は思います。しかし、周りの人たちが助けていただくことからには、その親切さに応えるためにも、我々は努力しなければなりません。しかし、このような表面的な言葉の間違いとかを直すのに、これは表面的な問題であり、これに対して一別だけでは見えない問題もあるでしょうと、皆様もお察しされているかと思います。一つ例を申し上げますと、日系企業に採用されている日本人や外国人の学生たちは、一つ違いがあります。しかし、その前に一つ共通点を申し上げたいと思います。皆様はご存知かと思いますが、日本の大学の卒業したばかりのほとんどの学生は、企業で使う敬語が全然なっていないということです。これはむしろ外国人だけに限ったものではなく、全面的な問題です。しかも、こういった社会的なジレンマに対応するために、日系企業の多くは、その新入社員のために研修の一環として、その敬語の講座を設けています。つまり、社内社外場所を使い分けた適切な敬語が使えるまでには、その全部の知識を叩き込まれるのです。しかし、実際仕事場に行ってみると、そこには、今まで覚えさせられた敬語が実際は堅苦しく、そこまで普及していないということに気づいてしまいます。日本人の学生の場合、それはすぐに気づき、すぐにその柔軟な言語の変化に対応できるでしょう。しかし、我々外国人はそれに戸惑い、結局敬語を口ごもりながら使い続けるしかありません。そして、このように敬語を使い続ければ、我々はと他の人の間には、そのような目では見えない人間関係の問題が生まれるからです。最後には、しかし、この問題もまた地道に頑張っていれば、いつかは乗り越えられると思います。最後に、日本語を学び続ける我々外国人たちにとって、語学とはどういう意味なのか、今から少しの間例えたいと思います。語学は、
富士山のごとく大きな山であり、その頂点近くに日本人の皆様がいて、我々はそこまで登っていき、同じ景色を見たいことが我々の目的です。そしてこのようなもの、我々外国人がまた道に迷ってしまった場合は、皆様にどうか、ご遠慮せずに率直に道に迷いましたと、ご指摘さえしてくれれば、我々はまた山を登り始められるでしょう。ご清聴ありがとうございました。ロベルトさん、一番最初のスピーチで大変緊張されたと思うんですけども、お疲れ様でした。ありがとうございます。終わった感想はいかがですか？すみません、終わった感想はいかがですか？緊張が全然解かないままなんですが同じように私たちは日本人としてこの英国にいるときに、同じように語学を学んでるっていう点では同感できることがたくさんあります。はい、ルーマニア人から見てですね、日本っていうのはどんなイメージを持たれていらっしゃるんですか？当時日本に来たと最初の時は、皆様がその上手に英語が使えると思い込んでいましたので、全然事実とは噛み合わないイメージがあると思います。諸君という小説はご存知ありませんでしょうか？その諸君の中にはそういうふうな芸者や侍の話しか載っていなくて、実際の文化とは大変違うものが書かれていますので、そういうような偏ったイメージですが。ありがとうございました。もうちょっと質問します。はい、スピーチの中で、日本人はあなたの日本語の間違いを訂正してくれないっていうことがありましたけど、それでそれを訂正してもらった方がいいという意見なんですね。はい、もちろんです。そう、訂正してそれ治りますかね？それは自分からもそういうような指摘というフィードバックを取り入れて汲み取って、相当な努力をしなければならないと私は思います。で、日本人の反応はどうですか？間違いを指摘してほしいという言った時にちゃんとやってくれますか？完全にやってくれるというわけではないのですが、ただ場合によっては何も言わないままと比べれば、もっともっと指摘するようになりました。しかもその距離感が縮んだような気がします。もう一つ、学校で大学で勉強した日本語と、それから会社に入って使う敬語っていうのはだいぶ違うんで、最初戸惑うっていうのは、それ日本人もそうですよね。日本の学生もそうですよね。はい、あなたもそういう感じをしました、受けました？はい。何が難しかったですか？敬語も難しかったですか？いや、実を言うと敬語自体が難しかったというわけではなく、ただそういう教え方が、なぜかというと、その教わったやり方は、そのようにロボットのように決まったセリフを決まった時に使って、そのようなことは人間にとって私が思うのですが、とても難しいことだと思います。むしろそういうような講座を全然せずに、周りの人をちゃんと見て、周りの人が何をやってるのかをちゃんと真似て、語の中に入り語に従えというようなことを進められていればもっとうまくいったと思います。日本の学生もですね、敬語ができないんで有名なんですけども、はい、そういうふうな感じを受けました？日本人も会社に入るとやっぱり大変なんだなっていう。はい、大変だと思いました。でも皆様は、他の動機に負けない気持ちで、みんなは律儀に勉強していました。だから人の個人の才能とその努力 に比例すると、やはりその日本人 の新入社員はもっと早くその最終的な、実際の一人前の社員が使っている日本語を最初に習得したと思います。なるほどね。最後にですね、語学は富士山みたいなもんで、
登り続けると言いましたけど、はい、あの試験でいいんですけども、あなたは今何号目ぐらいにいると思いますか？何カ国語？何号目っていうのは How many percentage あの山を登ったと思いますか？それもまた相対的なものなんですが私が最初に言ったのは頂点にあるではなく頂点近くにあるネイティブの皆様は多分それを相対点にすると私は多分7割ぐらい OK ありがとうございました、はい